メンテナンス動画っすね。オイル交換ついでに、まあ、エレメントの横にこいつついてるんで、フューエルフィルターか、燃料フィルターもついでに変えていきますね。オイルプレッシャースイッチも、自分のオイルランプがたまについてるんで変えていきます。これサーモスイッチですかって書いてますけど、やりましょう。まずオイル交換する。まずとりあえずオイル抜き、まあオイル交換動画は上げてるからいいや。これがエンジンエレメントの場所ですね。この青いやつ、まあ、こいつももちろん交換するんですけど、でこの横にあるなんかどんぐりの盾になったようなやつがフューエルフィルターですか、燃料フィルターで、まあ多分この車分かる限りじゃ多分20年ぐらい交換してないと思うんで、こいつを交換していきます。で、まあ、ついでにあれ見えない、ここの横にあるオイルプレッシャースイッチ、分かりづらいな。もう変えていきます。これがオイルプレッシャースイッチですね、こいつで、この上のコネクターは、あら今ちょっと外した状態ですけど、これただはまってるだけでしたね。こんな感じでピッと、であとこいつ回していきます。よし、やっと救出でございます。こいつよいしょ。で、これが古い方、今からつけるのがこっち、超綺麗。あ、でこっちのソケットサイズが27でこっちが24ですかね、うん、あとは戻すだけです。完成。今からフューエルフィルターを交換するんですけど、まあ、この81の場合はトランクの上ですかね、上っていうか中の燃料タンクの上ですね、まあ、こんなコネクターがあるんでこいつを抜いて、まあ、ヒューズがあればヒューズでもよかったんでしょうけど、ちょっとどこにあるか分かんなかったんで、こっちが早いかなと思って、まあ、後ろこんな感じで開けてコネクター抜いて、今ちょっと燃料のポンプの配線、こっちのコネクターかなと思ったら、これコネクターは燃料系を見るコネクターですかね。でこっちの2本の方ですかを外したらすぐガス欠しちゃいましたね。でこの状態で燃料フィルター交換していきたいと思います。まあ、今からちょっとこの燃料系触って、まあ、燃料まあ若干多分こぼれたりすると思うんで、まあ、少しでもこう火鉢でも起きたら引火して大変なことになるんで、このアースのボルトぐらい外しておきますね。よし、これで作業やっていきます。これ外れ、よし、来たね。で今からこのフィルターを外していきます。あ、一応上からなんか外したがいいらしいんで上から外していきます。
てきた。やっぱガス欠させてもいくらか燃料はこぼれてきますね。少しですけど今こぼれてきましたね。よし、まあ今こんな感じで、この上と横に避けてますけど、あとこいつ本体を外していきます。まあでもこのネジ、横のネジこっち側に1本とこっち側にこの裏に1本止まってるのを外すだけですね。今はとりあえず、まあちょっと簡単に説明しますけど、ここにこんな感じでついてたのを今こうやって外したところですね。ちょっとピンボケだ。まあネジの位置としてはまあちょっと分かりづらいですけど、まあこの辺とこの辺こう止まってたんですね。まあ邪魔な一回こいつ外したりしましたけど、で今とりあえず救出しました。やっとこれがフィールフィルターですね、81についてた。で、まあ、今度ちょっと自分買ったのを安く済ませようと思って81用のやつなんか部品屋さんに頼んだら7000ぐらいするって言われたんで、これモノタロウで同じような形で、まあ、ただこの下のこのネジホース止めるところが反対向いてるんですけど、まあ、これだったら送料込みでいくらだったかな、3000円もしないぐらいだったですね。で、まあ、同じような、まあ、どっちにしろこれもトヨタ用の何か用でした。だからまあ安くて、まあ同じ質は多分同じじゃないですかね、これ用に作られてるんで。だからこいつをつけていきますね。まあ普通なら変えた方がいいんですけど、まあこのホース固定するところをまあ気にしとかないといけないぐらいですかね。じゃあこいつをこっちにつけていきます。まあ、今ちょっと、とりあえずこんな感じで仮止めで、まあ、この横のネジですね、2本止めて、まあ、上もとりあえず、まあ、手で回した程度で止めてますね。で、あと下だけなんですけど、この、一応、フィルターにも書いてますけど、分かりづらいですね。ここに、インとアウト側ですか。なんかまあ、それが一応あるみたいで、インとエンジンに行く側、アウト。まあ、それを間違えないようにしたがいいみたいですね。あとナット締める時も何ですかね、このガスケットをまあ忘れないようにですね、これの合い中にこうやって1個、分かりづらいな、ガスケットつけてこれにはめて、で左右挟むような感じですか。ちょっと見えづら、あ、このネジの合い中ってことですよね。ここの隙間と、あとこのここにも挟む感じですね、を忘れないように、でここにはめていきます。まあこんな感じですね。まあこれちょっと専用フィルターじゃないんで、この固定のステーの位置がちょっと違いますけど、まあ締めてしまえば大丈夫でしょう。であと周りの外したステーとかも忘れないようにして、とりあえずフィールフィルター取り付けは完了ってとこですかね。ちょっとまあしじめして、この取り付けは
完了です。よし、とりあえず増し締めも完了して全部終えた予定です。まあ、でこれでエンジン始動ですね。やってみましょう。ああ燃料、その前に燃料のコネクター、ここを戻さないとですね。こっちの日本の方がオイルポンプ側、でこの上の白いやつがメーターになるんですかね。よし完了。これでキャップも一応つけ、オン。あ、そうだ、バッテリー戻すの忘れた。ちょっとびっくり。よし、今度こそ OK でしょう。いきまーす。ん？あ、そっか。おお、とりあえず無事エンジンかかりました。あとは燃料系なんで漏れてないことを要チェックですね。これです。大丈夫じゃないですかね。OKでしょう。よし、まあ、てな感じで今日のメンテナンスはこれで完了でございます。オイルとオイルエレメントと、まあ、一応オイルプレッシャースイッチもまあ弱ってるかなと思ったんで、とプラス多分20年ぶりのフューエルフィルター交換ですね。完了でございます。ちょっとこいつの中身も気になりますよね。まあちょっと一応フィルター何日間か乾かして夏季厳禁なんでですね、火の粉飛ぶものダメなんでしょうけど、まあ、面倒なんでこいつだけできます。あ、やっぱ意外と綺麗。意外と綺麗だ。あ、まあ、まあまあ。あ、でも結構黒くなってるっちゃなってるんですね。マジただの紙。あーでも結構やっぱ汚れてる、汚れてますね。あ、やっぱフィルターはたまには変えないといけませんね。よし、